ということで、やっていきましょう。フォローアプリのログイン。あ、そう、これ ID 確認はできたけど、パスワードはできてないんでね。ちょっと今、ちょっと整理しようか。前回からの、進展なんですけど、この秘密のアラバも確認できてない。で、集会に参加したディッキーの友達についても分かってない。あと、テロ容疑の証拠収集。この辺もまだできてないと。いうふうなイメージになってます。おー、これもメールダメなのか。え、これ、生存が、え？なんだ？テレグラムと M メール、G メールじゃなくて M メール。はい。テレグラムと G メールを、M メールを使用したということだけでも高速調査が可能だ。それほど隠されてならない秘密が多いということだからな。国家が危険にさらそうという意図でなければ国家で指定したここはトークを拒否する理由はないだろう。あー、ここはトークっていうのが、あれか。なんか政府御用達みたいなソフトなんだね。ストア。うん、まだこれアイムスターっていうのは研修なんだよな。セッティング、コンタクト。この、フレディ・マイルじゃなくてね、この、メレディ・ローグ、マージ・シャウト。この電話したら何か起こったりするのかな。秘密のアルバムまだ見れそうにないし。あ、そうだ、あと、これ。ライクアプリじゃなくてだね。これだね。あの、ツイッターもどき。で、なんだろうな、このコールとボールっていうのがよくわかんないんだよな。パスワード初期化受け取りコード。ボール。なんだ、コールとボールって。で、数字しか打てないんだよな。昔、キーパッドの時代だと、ABC が2、こう、2で、2を打つじゃん？わかる ?1,2,3,4,5,6,7,8,9 って、あの、ガラケーだと2を2回打って、A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L。だから、5,5。あ、OK! マジか。これはでかいね。これでかいね。君だったのが、携帯電話に覗き見コードを入れたのは、なんすかそれ、なんすかフォローゼロ、フォロワーゼロ、何のためのこのアプリなの？意味ないかろう。おい、どういうこっちゃね。頼んでもないのにパスワードを探し出すとは、他人の携帯に侵入し、私生活を覗くスリルは満点だろ。あー、これ頼まれてもないのに俺やっちゃったって感じか。証拠じゃなかったんか、これ。マジかよ。このモール信号とスルーモってなんかちょっと気になるよね、このスルーモ。これモール信号なんだよね、これ。ただ、これ何なんだ？これ数字を意味してるのかね？多分。ただこんな数字を入力する場面がないんだよな。今現状。そこに電話しろってことかもしれないけど。あとあれか。秘密のアルバムへのアクセスコードか。もしかしたら。秘密のアルバムを必ず調べ出さないと、間違いなくテロに関連した重要、テロ案でなければパスワードをかける必要はない。まあそうは言っても、こうして26個、あ、LINE にパスワードかけたりするやつな。なるほど。テロ容疑の情、このテロ容疑の証拠収集ってやつはあと1個なんだよね。電話のログとかは出てこないのか。あ、出てくるじゃん。おー、ハーバードクリーンリーフ、エミリーグリーンリーフ。20、おー、これ昔のは出てくるな。マージシャート、18188。なんだこの1818って。フレディ・マイルズ。これテロの起こったのは10月27日だよな。これ、なんかになりそうだけど、エミリー・グリーンリーフ不在通知。なるほどな。この時からってことか。この辺、1818って怪しいよな。1818にかけてみるか。あの、応答なし。応答なしね。そうか。結構ななんか、証拠だと思ったんだけどな。あ！フレディ！うわ、なんだ。はい。我々が求めている情報はこれだ。よくやった。テロ組織で純粋な若者たちを悟し、違法の反政府集会を組織した、反政府集会、あ、公演、ただの公演と思うんですが、君は自分で何を言ってるのか分かってるのか。君は今テロ犯を弁護しようとしているんだ。え、あ、はい。我々数千人であれば数万人であれ、
違法な集会に参加した全員を逮捕する。そのうちの誰かが叫んだ掛け声は参加者全員の罪になる。ひでえ、めちゃくちゃじゃねえか。すでに参加計画を明かしたディッキーの勇者、今すぐ逮捕しなければ数年は監獄で過ごすことになるだろう。絶対に彼らに電話したり、国家保安に関する調査機密を漏らしたりしないように。はい、ちょっと待てよ。絶対にするなって言われたらやりたくなってしまうもんだよな。何の集会だろう、これか。ディッキーの友達、誰を今見たんだっけ。ディッキーの友達、フレディ、メレディス、マージ。メレディスとマージに電話すべきでは。いや、まあでも、しょうがないし。俺知らんし。位置情報なし。10月18日。他に何か情報ってないのかな。これはなんだっけ。10月26日。生かしたシャツ。まあ、ゲバラのシャツなんて着るよな。普通に。でもよく考えたら。別にオシャレだもんな。オシャレで着るみたいなのあるからな。秘密のアルバムを確認する。これだけできてないんだよな。10月。セッティング。この位置情報サービスとかやってないよな。Bluetooth。検索中、接続不可。リプリーフォン。なんだ、リプリーフォンって。なんだこれ。連動機器。1105。違う。なんだ。10。なんだっけ。なんだっけ。これ誰の、これ何の、あれなんだ。コンタクト。エミリー・グリーンリーフ。ママに電話するのはちょっとな。あと、そういや、これだよな。あ、テロ暗号文使用。このナンバー、この前のテロ、そうでなければ、次のテロも、テロに関係してるかもしれない。我々の方もディッキーの口から真実を語っているようにするから、君にも頑張ってくれ。秘密のある、なんだなんだ。はいはい。こんな些細なパスワードを、一つに水を与えなければ吐き出さないというのなら、やはり世の中の恐ろしいものだ。そうだろう、トム。水を飲ませる拷問を知らないのか。君のように愛国心の強い人間には似合わない言葉だろう。とにかく秘密のパスワードのアルバムの、ああ、1026だ。初めて彼女と会った日だったとは。電話は切らず、今すぐ秘密のアルバムを確認したら私に教えてくれ。ああ、はい。1026だって？なんかの謎解きをするわけじゃないのか。おただ注視してる写真じゃないか。これは秘密の場所、天国、一緒にいるとマージ。これが秘密のアルバムだって？何のテロにも加担してないんじゃないのか、こいつもしかして。はい。あ、で、電話。はい。何もだと？何もありませんでした。ただ彼女とキスしてる写真、それだけでした。いや、もっとちゃんと見るんだ。写真に写ってる場所や日付、背景など隅々に見たのか。ただの写真です。他人には見せたくない私生活が写った写真です。あの、これからディッキーはどうなるのでしょうか。無実だったんじゃね？すでに君が探し出した情報だけでもディッキーのテロ容疑としては十分だ。しかし、こうして疑わしい状況が多いにもかかわらず、国家機密の僕の任務は終わりですよね。君は今回の任務で君の可能性を見せてくれた。我々もう少し密接に仕事できるようになった意味さ。嬉しいだろう。トム、この都市にはまだ調べなければならない携帯電話100台以上ある。君の任務を甘く見るな。ダフ、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 ディッド。え、なんすかそれ。家に帰ってる。機密保持契約はしてるな。家族だからといって例外はない。君の番号は AF16 だな。登録しておいた。また連絡する。アナルファック16回。ダフダフ、ダビットってなんだ？あ、これは？あ！エンディング4。この国は国家保安部の努力によってとても安全となった。テロと犯罪は減らなかったが、少なくても政府を非難したり、集会行為をする人間はいなくなり、闘争は解決されたようだった。すべては国家にあり、国家以外の何もなく、国家に反抗するものは存在しない。これひどいバッドエンドなんじゃないのか、もしかして。俺もしかしてとんでもないことをしてしまったってこと？俺は、とんでもないことをしてしまったんじゃないのか、もしかして。ということで、マルチエンディングは結構あるゲームらしいんですけど、
今回はなんかとんでもないことをしてしまったような気がします。これ別のエンディング攻略すべきかな。ちょっとね、これバッドエンドっぽかったんで、ちょっとグッドエンド探していこうかなと思います。あの、モールス信号とかもやってないしね。なんかよくわかんないさ、謎の暗号メールとかもスルーしてるっしょ。だからまず謎がかなり多いんだよね。ちょっと謎を次回解いていこうかなと思います。ということで、くんでした。またね、バイバイ。